多いですね。100ちょっとかな。中にいるからね。こんにちは、牛尾です。牛尾 TV スロットザップ編ということで、僕の記憶が確かならですね、今回で3回目の収録実践という感じなんですけども、収録実践3回目なんですけど、この際毎月来てます。むしろ今週来ました。いや、今週良かったですよ。月曜日、ね、入金が花々、3700枚、開店から2時半ですね。もうね、ここのとこもうこの半年実はもう負けなしという感じでね、もう蜜月タイムに突入してるんですけども、そんな中迎えました。本日が2月15日の日曜日ということで、朝結構な並びの人数でした。抽選に参加された方だけで多分100人超えてたかなっていう、で飛び込みの段階ではもう何人だか分かんないんですけども、まあ、今日も京都でじゃあ花々一極集中という予定でですね来たんですけども、あのね、今週のところ月曜日来たんですよね。で月曜日の時点で平日まあドアタマなわけじゃないですか。の時も実はもう朝花々満卓だったんですよ。まあの時はまあ早くに入ったんで普通に取れたんですけども、まさかの花々台取れずというね、まあ、何でしょう、お客さんやっぱみんなね分かってらっしゃるというか、うん、意図したところをですね、お店我々あるいは店長が意図したところをやっぱしっかりと組んでくれてるということなんだと思います。まあ、一人にですね期待感の表れなんじゃないかと思うんですけども、おかげさまで台取れませんでしたので、おきどきいつかね、ザップでおきどき打ってみたいと思ってたんですよ。で収録実践以外のところでも基本的にというか、僕は花々しか打ったことがなかったんですよね。なんで、でまあまあそんな中もおきどきが台数も入って、まあ、これから状態なんかも控えてるみたいですけども、そういった意味ではそこまた力入れていくぞっていうようなちょうど今タイミングだと思うんで、まあ、これもいい機会だというところでおきどきから実践の方行ってみたいと思うんですけども、まあもうね開店の今のこのタイミングでおきどきもこの際花々はもちろんですけども、もう満台ですんで、まあ、二の矢三の矢をちょっと今の段階と見えませんのでね、もうまず今期待するべきはもうおきどき素直に反応してくださいという感じでございます。花々だったらね、俺多分台取れれば勝つだと思うんですよ。実際この半年間そんな感じでしたんでね、余裕シャクシャクできたらちょっとね朝狙いと違うちょっと動きになっちゃいましたんで、これがまあじゃあ果たして吉と出るか凶と出るかという感じなんですけども、まあいずれにしても舞台の方は盤石だと思ってますんで、一つね花々だけじゃなくて時々でもいい結果を残せるように頑張って参ろうと思います。といったわけで実践の方行ってまいります。いやーびっくりした。やっぱ週末ともなるとこうなるんだね。これザップで花々以外打つのは初めてです。いや、あのね、遅かれ早かれここに来る日が来るというのはね、分かってたんですよ、こういう日が来るとね。いや全然取れなかったね。いやまあいいことだね、それだけ好きな人がいるっていうか支持されてるってことだもんね。ただもはや置き時すら満卓なんだよね、うん、これうっかり抽選とかスルーしたらもう全然ダメだったね。あのね、日によっては俺たまに昼からだったりするんですよ。
いやもうあれだわ、今後絶対朝からだわ。朝からだってもう抽選受けなきゃダメだね。いやでもね、おきどきも、いや真剣にこうデータ見たことなかったんだけど、やっぱもう、まあ、回数の上がり方からしてね、もう40回50回当たり前みたいな感じで回数上がってるんですけど、あまあこっちはこっちでやっぱまあすごいね、うん、前日前々日のスランプグラフで、まあ、できればもうアホほどへこんでる台を打とうかと思って見てたら、そういう台がなかった、むしろもちろんね、スコーンっていう値段も性能で言ったらもう起伏の激しい台なんですけど、決してね甘い部類ではないんですよ。なんですけど、これだけお客さんのプラスで推してるグラフの台が多いってことは、もう常日頃からやっぱり2台相当数使われてるということですんで、僕もねだいぶ打ち込んでますんでね、少なくとも、台の良し悪しを予想するとこまではいけますんで、ただそう予想し終わった時にね、場合によってはそう全てを失ってるっていうケースがなきにしもあらずな台ですから、なんとかねちょっといい展開でじゅんぐり腰をつけられるような流れになってくれるといいんだけど。一応まあアプローチ的にはね、そのモード以降で偶数奇数で共通ベルで高低っていうのをまあ予想しておけば、あとはまあもう展開一つかなっていうね。まあこの際初当たりさえ取れちゃえばもう戻り後偶数奇数の違いだけなんで、ほぼ微妙に触るんだけど、まあもう、偶数奇数だけだと言っていいレベルの差なんで、まあこの際だから、その設定に対する依存度って考えると、まあ短い期間で見るとね実はあんまりない、だから初当たりさえ取れちゃえばこの際2も6も変わんないよっていう挙動になっちゃいますんで、だからそこだけなんとかねつまずかないように、つまずかないようにっていうか、つまずかないことをね祈りながらな感じなんですよいつも。はい、150ゲームぐらい回したんですけど、でやって朝ちょっと回してる間に、じゃあ共通ベルが落ちるか落ちないかっていうのを、まあこうちょっとまあそんなね150ゲームぐらいで何が分かるんだって話なんだけど、まあそこでチャンスモードを確認しながら共通ベルが落ちれば続行だし、落ちなければじゃあ2台目行こうかっていう移動できる状況ならね。本当設定もねあるに越したことないんですけど、もう出玉っていう部分に関してはもうね、ほんと展開が大事なんで、なんとかね、ちょっと一発天国に上げるとこまでさっさとね、こう持ってきたいんですけど、
ね、周りが続々と当たる中、ちょっと乗り遅れたな俺。314投資が、900枚か、まあ、2台売ってるからね。いいです、いいです。ただ A が濃い状況なんでね、連チャンすればもうラッキーパンチ。理屈じゃない連チャンをしますんでね、うん、あ、そっから飛ぶのみたいなことが普通にありますから、うん、あの勝つ時のパターンなんてもう2択なんで、2択っていうか2つに1つなんですよ。初当たりをいっぱい引いて勝つか、モード以降で勝つかね。でモード以降はほとんど設定差ないんで、もう運の勝負なんだけど、久々、今日俺に風が吹いてんのかどうかっていうね、一発目なんか特に大事だよね。この納得の単発な場面なんですよ、納得の単発な場面なんだけど、というところで予想外の連チャンが来てくれたりするのがまた沖時のね面白いところなんで。あ、いっぱい取れた、ほら244枚も取れた。31、うん、でまあ納得の単発なんですけども、まあ、A 濃厚っていう状況で初当たり1個、まあ、取れましたんで、これでなんとかモードが動いててくれればいいんだけど、連単をあんまり食らわないようにね。やべ、連単を食らうなら初当たりをいっぱい引かせてくださいと。まだ400ゲーム、まあ、ボーナス合わせて470ゲームか。おー、よしよしよし、88ゲーム来ました、持ちコイン今400、総ゲーム数は472で、一応一つベル4回来てますんでね、まあ、全然どっち来るか分かんないけど、でもまあとりあえず9大点、うん、滑ってないんでね、そこ。うわー、ここ連チャンしねえかなー。